ドルチャンネル。皆さんこんばんは、ドルチェです。皆さんは市販のクッキーって食べますか？マリービスケットとか、あとはチョイスクッキーとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、今回はそのチョイスクッキーを使ったチーズケーキっていうのがあって、めちゃくちゃ美味しそうだなと思ったので、今回それを作ることにしました。で、何本か前の動画でオレオチーズケーキとかも作ってるんですけど、まあ、その市販のお菓子多数なんとかケーキとかなんとかお菓子っていうのはめちゃくちゃ美味しいイメージしかないので、まあ、今回の美味しくできるんじゃないかなと思います。今回もよろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。材料を紹介します。材料はこの 18×18 のスクエア型が1個分になります。チョイスビスケット9枚、お湯大さじ2、クリームチーズ 250g、 砂糖大さじ4、卵黄4個分、インスタントコーヒー小さじ1で、今回なんとそのコーヒーを買ったつもりが、なんかコーヒーカフェオレカフェラテみたいなの買ってて、ちょっと白いんですけど、まあ、ちょっと一回ペロって舐めてみたらかなり苦かったので、まあ、こちらで作っていきます。以上になります。まずはバットなどにお湯とコーヒーを入れて溶かしていきます。すっごい弾けてます。この袋から出した時にもすごい弾けてたんですけど、何なんですかねこれ。めっちゃいい香りがします。もうコーヒー飲めないんですけどではこのコーヒーにチョイスクッキーを浸していきます。ちょうど8個しかはまんないので、もう1個は後で浸そうかなって思ってます。しっとりなじむまでこのまま放置します。ではだいぶしっとりしてきたので、このスクエア型に引いていきます。こちらの模様は切った時に表になってほしいので、こちらの模様を下にして置いていきます。では生地を作っていきます。クリームチーズにお砂糖を加えてしっかり練っていきます。よく練れたので卵黄を1個ずつ、もう1個ずつっていう概念がちょっとなくなってますが1個ずつ加えてよく混ぜていきます。もう割れてるのは2個分です。大濃厚なチーズケーキですね、これ。卵を4個足すクリームチーズですかね。では先ほど型にチョイスクッキーを並べたんですけど、そちらにこのクリームチーズ生地を流していきます。なるべく平らにします。170度で30から35分焼いていきます。チーズケーキが焼けたので冷蔵庫で冷やしていきます。
チーズケーキがしっかり冷やされたのでカットしていきます。めっちゃ美味しそうな焼き色です。美味しそう。これはなんかこれでスティックチーズケーキみたいな感じで楽しみますね。完成しました。このチーズケーキの焼き目がめっちゃ美味しそうにできました。このチョイスの文字がまた出てるのもおしゃれでいいですね。では早速食べていこうと思います。いただきます。めっちゃしっとりしてます。もうコーヒーが染みてる感じもくっきり出てておしゃれです。チーズケーキのしっとりさとチーズの塩分とこのバターが香るクッキーがめちゃくちゃ合います。めっちゃ美味しいです。ほんのりコーヒーの味がするのもまたアクセントになっててめっちゃ美味しいです。今回はこのチョイスクッキーを使ったんですけど、普通にこのクッキーじゃなくても代用できると思うので、チーズケーキ食べたいけどちょっとアレンジしたいなって時にはぜひ作ってみてください。材料5つとめっちゃ簡単で作り方も簡単なので、おやつの時間にもぴったりなんじゃないかなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画を見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるのでぜひお願いします。では